モカ太郎の動画。へぇ。あ、もう、あ、すんごい。あ、もうすんごい。はい、おはようございます。モカ太郎です。なんかもう髪の毛がさ、どうまとめていいかわかんない境地に入ったよ。今回はね、視聴者さんからあるものが届いたので、そちらを開封していただきたい、なんか服地味なんか違うのにする？黄色いのあったよね、黄色いの。あ、クラッカー。こっちの方がいいかな。なんか、あー、いいね。なんか色があって、やかましいね。よし、じゃあ開けていくよ。じゃん！これは何か、皆さんわかりますか？うんこって書いてあるね。もうなー、もう、どうやって探すんこれ。どこに売ってたんこれ。はい、水色もありますわ。でね、一番リアルな茶色は、おでこしが即持っていきました。気に入ったようです。ありがとう。でね、これ見て。どう？これさ、こう女の子にあげるものじゃないことは確かなんだよね、きっとね。私がさ、道具袋ここにくっつけてる時に、なんかいろいろこう道具刺してるじゃん。それのインパクトっていう、あの武器をカシャってつけれる、なんて言うんだろうね、それ。お、限定カラーって書いてある。マジ？限定色だって、サムライって書いてある。サムライ。これは確かに便利だわ。でね、これがあるということは、見せちゃうよ。見てこれ、マキタの 18V インパクトよ。やばない？やばない？しかもなんかね、すごいペインティングしてくれたの。ペインティングよ。これ作ってくれたの。これわざわざ視聴者さんが時間をかけて。やばない？めちゃくちゃキュート、かわいい、色の組み合わせ超かわいい。おここにもマキタって刻印ついてんだね。すんげえな。あのね、ちょっと喋っていい？ちょっとごめんね、じゃあバックするわ。いいよいい。今、走行リペアやっている最中なんだけど、私今使ってるインパクトが、マキタの 14.4V の緑のインパクトなのね。ホームセンターとかで一番、なんつうの、あの標準で売られてるお得用パックみたいな位置に存在するインパクトなんだけど、 14.4V はね、60何ミリだったかな、忘れちゃったんだけど、まあ、とりあえず60ミリ以上としよう。60ミリ以上のビスウィーンってやるときにマジきついよ。マジきつい。で、しかもきつくないメーカーもあって、それがね私マキタユーザーなのよ。マキタ好きで、親方が廃校機好きだったから、マキタと廃校機両方のインパクトがお家にあるのね。廃校機の方がギュンって入るよ。マキタ入らん。マキタ全然入らん。空回りするの、力がなさすぎて。あそこは廃校機の勝利だね。私マジ衝撃だったもん。比較的柔らかい木材、赤松にね、赤松のタルキを、タルキにウィーンってやろうとしたら、もうビスの皿上のネジ山のところでもカリ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 って回転しちゃうの、空回りしちゃうので、力入れてこうやってもカカ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 ッとしか入らんのだよ。だけど廃校機の 14.4V はシューンってシューンって入るんよ。あれもマジショック。なんで？なんで？だからここでね、あのマキタか廃校機かどっち使うっていう、なんか基準にもなるよね。全然違うの。なんだったらこっちのマキタより古いと思うんだよね。なぜならキタチって廃校機になる前だから古いものなのね、こっち。てか持ってこようか、めんどくさいから持ってくるわ。モカ太郎の動画。これがマキタの 14.4V、これが親方の、見てこれ、こっち見て、こっち、ほら、キタチって書いてあるでしょ。今廃校機だから、これだからもうすごい、あの古いんよ。なのにこっちの方がギュンギュン長いビス入るんよ。ビット折れたんだけど、ほら折れんだ。これ同じ 14.4V だ。ほら見える？バッテリーのとこ。これがさ、衝撃だったのよ私。ってことでね、私の中でインパクトの使い勝手強さは、この旧日立現廃校機の勝利になっちまったわけだよ。だから 18V 18V 使えやーっつって視聴者さんがペインティングまで施してくださってありがとうございます。すんげー助かるよ。めっちゃ嬉しい。ルン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 なのよ。え、なんでなんでなんで、え
え、ちょ待って、何これ、ここ何せーの、パガーンと。見えます？私、見えない。すげえ、本体まで塗ってあるんだが。はい、ダーン、こちらが18ボルトのマキタのインパクトドライバーになりますぜ。わー、すげえ難しい塗装したね、これ。すげえ難しかったでしょ、これ。こんな凹凸ボコボコあるところ、これ大変よ、これ。ああ、しかもこれつけてくれてる。嬉しいわ。嬉しいわ。このね、バッテリー1個もめちゃくちゃ高いからね。めちゃくちゃ高いって言いつつ2個入れてくれてんのよ。これありがとうありがとう。見て、これ充電器もちゃんとペインティングしてくれて、あのねちょっとどんだけ時間かけたのよ。うわ、かわいい。うわ、使えねえよこんなの。ちょっと見て、かわいい。これは美術品になっちゃうね。使えないって可愛すぎて。だって私これさ、まあ、みんなどうやって使うんか知らんけどさ、私がいつも充電するときどうやって使ってるかって言うと、地面にこれボン置くじゃん。ここ足靴で乗っちゃうからね。踏むふりするね。ここ踏むじゃん。こう見える？ここ踏んで力でガッて入れるの、ね、で充電してるからここめっちゃ汚くなるんよ。そんな強く踏んでないよ。ずれない程度に支えを置いてるって感じ、足を。そんな感じだから、これを踏むわけにはいかん。私踏むのやめるわ踏むのやめる。あ、マジか。おい、今気づいたぞ。これ18ボルト専用のさ充電器かと思ったら 14.4 ボルト兼用だね。マジかよ、マジかよ、ね、見てこのフル充電完了のところだけね、ルンってついてる。ルンってついてる。ここ可愛くない？マキタのここ可愛くない？私的にバッテリー2個つけてくれた時点でもうありがたやなんだけどね。これマジ高いからね、これ一つ一つ。レシプロと、ブロワーと、バリカンか。バリカンで使うためにバッテリー何個か買ったんだけど、すんげえ高いの、これ1個。しかも、マキタのビットもいっぱいつけてくれてる。嬉しい。こうビット、うわ、ビット長いね、これ。こんな長いビット初めてだって。わー、なんかすげえツイストしてるよ、真ん中。ニュル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 、どういうことでしょ。こんぐらいの長さの差がある。 2、3倍っていう長さかな。うわー、風すごい。いくよ。わかる、これ。あ、これで髪の毛乾かせるね。あ、ドライヤーにもなるわ。ドライヤーにもなる。こら便利だね。おぉ、めっちゃ、おぉ、すんげえ光ってるよ、ほら。ここ見て。ちょっと。これすごくない？打撃。これ、相手によってなんかこう強さ変えられますせっていうボタンがあるんですけど。何？ 18V ってこうなってんの？超すごいんだけど。18V 超すごいんだけど。こんななん？うわー、これは、早く使いたい。すごいんだけど。うわー、すごいんだけど。すごいんだけど。ねえ、これ絶対交換してくれたよね。ここのさ、六角のさ、この留め具、なんか七色に光ってんだけど、絶対これカスタムしてくれたよね。で、めっちゃ綺麗、虹色みたいになってるよ。ほら、わかる？ここ。はい、ということで今回は視聴者さんからなんとマキタの 18V インパクトドライバーをいただいてしまったという動画でございました。とんでもねえものだよ、値段的にも。普通これいただけないからね。 18V って言ったらプロ用って言っても過言ではないです。ということで次回の倉庫リペア、あ、ここバンドもついてる。倉庫リペアでギャンギャンに使い倒してやろうと思います。ありがとう、本当に助かります。今日こんな感じで、ちょっとこれ見ながらお酒いただきます
嬉しいニヤニヤ止まらんわほんでさ、ここちょっと気になった、これ何これ、ここちょっと何これ、バラバラになる、うねこれ、え、うわーすげえ、お道具箱じゃん、お道具箱じゃんよ、これネジ入れられますとかそういうやつだよね。え、何 18V ってこんなになってん、すごない、じゃあさ、この長ビットをさ、ここに入れることもできるよね。おー、いいじゃないの、いいじゃないので、お昼のお弁当もここら辺に、ご飯でしょ、でおかずでしょ、でこうスパゲティとか、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。でね、おまけにゲームコントローラーいただきました。でこれ実は開けるとね、同じ柄でペインティングされてるよ、めっちゃかわいい、これ何これ、超かわいいんだけど、器用だね。私使ってんのこれで、視聴者さんが作ってくれたの、これこの違いよ、めっちゃ可愛くない？こっち。やばいね。やばい、やばい。